なんかね、急に、なんか2週間前くらいから急にゴールデンタイムが長くなりだして、で、相談したの、したらやっぱなんかね、変なエッチなサイトがあるらしくて、ちょっと待って、そのサイト、そういうサイトで、そう、そういうサイトで、なんかダウンロードをしてるとめちゃくちゃデータを食うらしくて、マンション、同じマンションに、そのサイト見てる方がいるかもですねみたいな。え、本当に？本当本当。やば。変なサイト見てるとマジでめっちゃ食うらしくて。毎日じゃあこのゴールデンタイムに。そう、多分だから変なサイト見てる人がいるってこと。そう、同じマンションで多分変なサイト見てるやつがいるんだよね。20時から24時までラグイ。なんでゴールデンタイムなの。ちなみに昨日は20時から24時くらいまで私 10Mbps しか出なかった。マンションの回線ながら私。マンションの人。そう、マンションの人バレてますよ。バレてますよ。マジやめてましょう。夏見れにバレてますよ。本当にやばいやばいやばい。やめな。本当に見ないでほしい。お金あげるから普通に買ってほしい。あの変なサイトでタダでダウンロードしないで。出るってスーパーチャット出るってカガスミレから。本当にそう、カガスミレからスーパーチャであげるから回線多くしないでほしい。オルタネータでガモ様。あ、ビデオ代ありがとうございます。やばい、リスナーだったらしい、見てるの。僕ですコメントめっちゃ来てる。それ僕です。やばい、また見始めた、重たい。ねえ。お見ないで。やめろって。本当にカクカクするから私。人の配信中にエロサイト見んのやめろ。やめてー。許した話。迷惑です。本当だ。そういうのは迷惑かけないでください。ね、なんか他の住人さんからも電話来てたって言ってた。うん、管理人さんが最近ちらほらめっちゃみんな遅いって言ってるんですよね。それもちゃんとあのポストに入れた方がいいよ。このサイト見ないでくださいっていう。でも何号室さんが入ってるかわかんない。全員に配る。ああ、そっか。全員に配ろう。全員に配る。このサイトは注意。